じゃん。ガチャガチャカプセルの中に入ってるのは何かな。これから開けていってみようかな。これ何が入ってるかわかるかな。じゃん。これはモグリンだね。モグリン。モグリンを運転してるのがカビルンルン。カビルンルンが運転してるって結構珍しいよね。モグリン。そしてこれ。これはつけてみえるからわかるかな。じゃん。これはSL マン。SL マンが入っていたよ。運転しているのは誰かな。運転している人はいないのかな。 SL マンが走っているんだね。こうやってゼンマイを回すと後ろのこのタイヤがくるくるって回って前に進むようになるんだよ。よし。そしてこれは何が入ってるかな。わかるかな。じゃん。これはアンパンマン。アンパンマンが車に乗ってるのかな。アンパンマン号ではなさそうだよね。車かな。こうやってコロコロ転がして遊ぶことができる。アンパンマンの顔も結構古い感じだよね。昔のアンパンマンのおもちゃかな。よし。それじゃあこれ、これは誰が入ってるかな。白い顔の食パンマン。食パンマンが、食パンマンも車に乗っているね。そして車輪がついていてコロコロ転がして遊べるよ。食パンマンとアンパンマン、こんな感じで。食パンマンもちょっといつもと違う古い感じかな。よし。それじゃあもう一つはこれ、これは誰が入ってるかな。じゃん。これはバイキンマン。バイキンマンが、バイキンマンの顔の車に乗っているよ。このバイキンマンの車もなんか初めて見た感じだよね。そんなバイキンマンと食パンマン、アンパンマン、それから SL マン。 SL マンにモグリン、カビルンルン、こんな感じのおもちゃが入っていたよ。